収容所のことをロシア語でラーゲリと言います。で、旧、えー、満州、特務部隊。まあ、いわゆるこう、スパイとか、情報活動を行う部隊なんですけれども、こちらに所属していた、えー、二宮和也演じる主人公が、家族と離れ離れにさせられて、まあ、ロシアの大地、シベリアの大地の収容所で、長期間拘留、抑留されて強制労働させられるという物語です。ほとんどの兵隊さんたちは2年以内に帰ってくるんですけれども、えー、二宮さんは特務 舞台に所属していたこともあって、て、えー、10年以上抑留されまして、えー、というようなあ中で妻や家族と交流、手紙で交流したりとか、えー、そうやって抑留されてる人たちとの、えー、交流の、まあ、この素晴らしい物語なんですけどもね、半分ぐらいのところからずっと涙が止まりませんでした。